今回寝室の公開は、寝室の公開ですか。ちょっとベッドしかないんで別にあれなんですけど、なんかはい、ちょっと、ね、俺の寝るとこなんで。寝室はなしなんですか。寝室はちょっとはい。いるんですよ、人が。寝室に人がいるんですけど。未成年、未経験での入店が後を絶たないホストクラブボーチェ。去年 KG プロデュース内でも店舗売上4位に輝き、とどまることを知らない。この功績を残した陰にはキャストそれぞれの努力があった。今回は2022年 KG プロデュース内総合売上、総合指名ともにランクインを果たし、ボーチェの総支配人を務める三崎空也に密着。隠し事がないと語る彼の自宅を大公開。お疲れ様です。はい、ということで今回は、はい、まあね、2回目の、まあ、密着ということで、はい、自宅を紹介していただけるということで、はい、以前の時に一応提案させてもらったんですよ、はい、家を紹介してもらえないかって。そうですね、はい、その時にはちょっとなーみたいな感じですけど、はい、まあ、今回はちょっとノーにして、あんまり人も入れたことなかったんで、ちょっと家かって思ってたんですけど、はい、まあ、ただまあでもいいかなと、はい、今改めてちょっと考えなかったり考えさせていただけたということで、はいはい、相当綺麗好きなようで人の出入りが苦手な様子ですが、今回公開に踏み切ってくれたということで、まずはリビングから。もうなんかあんま物を置かないタイプなんで、うん、その後作るしかないです。うん、はい、まあ、すってみれば、まあ、お部屋の、まあ、間取り的にはこれは 1L です。はい、まずここの、はい、最初にこだわりのポイントみたいなのを教えていただきたいんですけど、まあ、見えるところとしては自分ちょっと映画が好きなんで、これで普段映画とか見たり、あと仕事するときに音楽かけながらやったりしてますね。逆に言うとそれ以外は特に物が置いてないね。いや本当に超つまんない家なんですけど。本当にテレビとかも置くスペースが嫌なんですよ。なんかスッキリさせておきたいタイプなんで。ちなみに僕が寝室ってことですか。あ、そうです、はい、今回寝室の公開は、寝室の公開ですか。ちょっとベッドしかないんで別にあれなんですけど、なんかはい、ちょっと、ね、俺の寝るとこなんで。寝室はなしなんですか。寝室はちょっとはい、そこだけちょっと隠しちゃう。はい、あんまり隠し事ないって聞いたんですけど。いや、なんか寝室なんか寝るとこ見られるのちょっと恥ずかしいんで、はい、いや、なんか今ちょっと女の子連れ込んでるとかそういうことはない。あ、全然それはないですね。タイミングにしてそれはないですね。はい、大丈夫です。じゃあ、みくやさんはこういうことを聞くのはあれですけど、はい、女の子は、まあ、お家に呼びたいですか。いや、もう俺、本当に人入ってほしくなくて、あんまり家にホストしなくて、好きな人ができたとしても、あんまり家入れたくないタイプなんですよね。従業員も家ではするんですけど、自分が家入れるより量楽しむ方が結構多いですかね。入れるってことはないんですか。そうですね、面倒くさいというか、俺綺麗好きなんで、あとちょっと新宿から遠いんで。ちなみにその新宿からちょっと離れてるっていうのは行っても大丈夫。そうですね、ちょっと離れてる、ちょっと離れてるってぐらいだったら、はい、まあ新宿ではないんで。ちなみにどこでした。あ、渋谷区。渋谷区までは行ってます。はい。渋谷区までは、はい。もうちょい行きますか。渋谷区で、はい。自宅公開にしては少し味気ないような、もう少し生活感がある場所を紹介してもらいましょう。ちょっとあのグラスが、はい、ちょっとあのワイン飲んだ。ワインご自宅でも飲まれるんですね。結構飲みますね。なんかお客様からなんかいただいたものとかもあるんで、うん、これ赤で、こちらも白でとか、なんかありますね。映画見ながらちょっとたしなむぐらいなんですけど、はい、あ、酔った時は全然飲まないです。今日飲んでないな、あんまり。酔った時は。あ、なるほど。はい、なんか料理とかご自身でされたりとかするんですか。いや、料理しないですね。
じゃあコンロありますけど、なんか使いますか。使ってなくてもちょっとここにちょっと溜まっちゃってるんですけど、はい、全然使ってないですね。ホコリが溜まってる以外は綺麗。いや、もう何も、いや、めちゃくちゃ綺麗じゃない。全然使ってない。全然使ってないですね。お家でなんか食べたりとかそういうのはどういう感じですか。ウーバーとかですか。いや、ウーバーはしないですね。もう後輩とご飯行くですね。じゃあもうご自宅ではもうワイン飲むぐらい。そうですね、本当に、はい。あとは本当にあの従業員が来た時に買ってきて、分けてみたいな感じぐらいですかね。あの、ちなみに冷蔵庫とかは。冷蔵庫ないです、うち。冷蔵庫ない。はい、冷蔵庫ないですね。本当に料理もしないんで、飲み物も。確かに、まあ、ワインとかだったら別に冷やさなくて。そうですね。ちょっとじゃあ、お風呂場とかサラダとか。はい。なんか、貴重なすぎて、めんどくさいっていう感じですけど、一回一回拭いちゃうんですよね。まあ、まあ、でもいいっす。そう、やっぱりあトイレですかね。うん、まあそういうの綺麗。本当になんもないっすよね。なんか本当に余計なものを置いてない感じですね。そうですね。すいません、逆に。ね、そうするとなんかめちゃめちゃ広いところに住みたいみたいな。話聞いて覚えとくぐらいで、そんななんか
あんまアニメの話バーンってしたりとかないですよね。その時明らかに動揺するクーヤさん。いるんですよ、人が寝室に人がいるんですけど、多分起きましたかね。あ、やっぱりいやさっきいや、わかんないです、ちょっと起きたかわかんないですけど。大丈夫ですか、今話しといて。いいよ。あ、ございます、ございます、ございます。言ってなかったんですけど、はい、はい、あの、ショウドっていう、うちの従業員です。あ、はい、おはようございます。今来たの？あ、おはようございます。今、俺撮影って言ったじゃん、今日。あ、撮影ですか？あ、はい、すいません、めちゃめちゃ寝ました。とりあえず見てよ。はい、あの、うちのショウド君って言います。はい、家に誰も入れたくないクーヤさんの自宅で寝ていたショウゴさん。怪しい二人の関係、次回その謎が明らかに。